はい、どうも、クズです。今回ちょっとね、こちら後ろ佐渡島見えてるんですけど、今新潟に来ております。で、今回の動画はいつもやってる恒例のね、動画です。カメラランキングの動画やりますので、そのまま自宅の方にね、一回切り替わりますけれども、はい、カメラランキングの動画ご覧ください。9月の売れ筋カメラやりましょう。はい、といった変わったような形からお送りする今回の BCN ランキングの、カメラ売れ筋の案内、9月のね、売れ筋をお話したいと思うんですけれども、まあ、まず1位がソニーの ZV-E10 パワーズームキット。やっぱりこれがね、続くよね、連続1位か。先月もね、1位だったからね、8月も。8月、9月、トップはソニーの Vlog カメラ。そして次に来るのが、ちょっと持ってるの辛いな、こっちの方。で、次に来るのが、キャノンの EOS KISS X10 ダブルズームキット。まあ、キャノンは相変わらず一眼レフ機がトップです。で、3位に、ソニーの α6400 なんですが、この3つは8月から比べてね、単に順位がちょっと2位、3位が入れ替わったというだけなので、トップ3は基本変わらずです。で、4位に上がってきたのが、やはりじわじわ来るミラーレスカメラ、キャノンの EOS R10。こちらのレンズキット、18-150mm のレンズキットが4位に上がってきてます。なので、キャノンは8月、9月、2ヶ月立て続けに、EOS KISS M2 ではなく、EOS R10 が上位に来てるという形になります。まあ、まあ、どうなんだろうね。2ヶ月程度じゃわからないけど、やっぱりね、ちょっと EOS R10 に一行というか、来てるんだろうね。ミラーレスカメラのね、エントリー機が、キャノンは。そして、5位に OM デジタルソリューションズ、やっぱしっかり入ってきてますね。EPL10 ダブルズームキットが入ってきてまして、で、6位に、先月10位であれあれって状態だった EOS KISS M2、こちらのダブルズームキットが入ってきております。まあ、順位は上がったんですけども、EOS R10 には及ばないっていう状態ですね。はい。で、カメラランキングのね、順番、ここからちょっと間違えてたので、ちょっと正しいね、私のやってるやつの正しい順番で言うと、7位がソニーの ZV-E10 のパワーズームレンズキット。トップがダブルズームだったので、パワーズームキットがここに入ってきます。で、8位で、キャノンの EOS RP24-105mm レンズフルサイズ。9位がまた一眼レフカメラに戻って、キャノンの EOS KISS X10i ダブルズームキット。そしてさらに続いて、10位がキャノンの EOS KISS X10 になっております。こちらが18-55mm レンズキットですね。すいません、ちょっと途中でね、順番ごっちゃになってて、新潟のこのね、場所で撮り直してます。それ以外で気になったカメラというと、8月は4位だったソニーのフルサイズカメラ、α7M4。こちらが、まあ、機種、色別ランキングでは14位に落ちましたので、まあまあ、こんなもんでしょうね。そんなに売れ続けちゃったらおかしいからね、こんな高額カメラが。で、それと並んで15位に α7M4 ズームレンズキットとなってますので、まあまあ、売れてるんじゃないか。結果的には売れてるね。まあ、よく売れてますね。結局よく売れてる。で、気になるニコン。ニコンは Z50 ダブルズームキットが8月と同様17位。そのままをキープしてまして。で、近いところに ZFC1650mm キットが20位になってますので、こちらも8月とあまり変わりがないですね。変化がないです。まあ、ただ面白いのが、9月に入ってオリンパスのカメラが全体的に順位を上げてきていて、まあ、結構売れたみたいですね。9月はオリンパス系のカメラが。EM10M4 や EM5M3、 あとは EP7、 まあ、トップ10に入ってる EPL10 もそうなんですけれども、オリンパスのカメラがね、かなりランキング30位以内に入ってきてますね。よく売れてますね。どうした、何があったんだろうね。マイクロフォーサーズ、オリンパス、まあ、OM デジタルソリューションズ、何があったんだろうね。はい。で、8月はかなり厳しい状態だった富士フイルムのカメラ、XS10 が9月は27位に上がってきております。8月は45位というランキングだったので、かなり上がった状態になると思います。富士フイルムも頑張ってますね。よいしょ、という、あ、はい、ということで、ちょっとね、変わった変則的なちょっと動画になっちゃったんですけど、まあ、こんな形で、ちょっと今回のカメラランキングのお話は終わりにしたいと思います。ちょっとね、時間なくてすいませんね。こういう形でしか撮れなくて今回。はい、また来月、ちょっと続きでやっていきたいと思います。カメラランキングね。次はね、部屋で落ち着いてね、動画撮れそうな気がする。今日はこのまま、ちょっと佐渡島の方を渡って、宿泊施設までね、自転車で行ってこようと思います。やっぱ日本海側、ここからね、佐渡島見えるんだね、よくね。あっちの方にね、今島が見えてるんですけど、はい、あちらにフェリーで渡ってきます。佐渡島、行ってきます。まだね、住む場所、契約できてないので、今回は民宿です。